心が温かくなる言葉を書いた落ち葉をたくさん作りましょう。赤と黄色の食紅を水で溶いてスプレーボトルに詰めます。コメント欄からダウンロードした木の葉をプリントアウトして、その裏側に先ほどの食紅スプレーを吹きつけます。グラデーションになるように吹きつけましょう。普通のコピー紙を使った場合、プリントした部分がこんな風に裏に映ってきます。そこで食紅スプレーをプリントしていない白い紙にもスプレーしておきます。これが完全に乾いたら、プリントしていない色だけをつけたものを2枚、その上にプリントしたものを1枚、プリントが上になるように置いて重ねてホッチキスで留めます。バラバラにならないように4箇所留めてください。それからこれを切り離します。そうしたら真ん中の線で重ねたまま折ります。切っていく前にずれるのが心配なようなら、またホッチキスで留めてください。周りの線をハサミで切っていきます。次は重ねたまま点線で折っていきます。山折りの次は谷折りというふうに、ジグザグになるように折っていってください。こんな風に細長い屏風型になります。そうしたら3枚重ねたままそっと開いてください。そうして虫食いと書いたところを切り取ります。切り取ったら3枚をバラバラにして、それぞれ違う虫食いを作ってください。そして1枚1枚言われたり言ったりすると心が温かくなる言葉を書いていきます。これを掲示したり返したりするときのために、学年や組、名前も忘れずに書いておきましょう。あったか言葉の落ち葉のお布団ができました。どんな使い方ができるか工夫してみてください。